もうあとは道沿いで行けるみたいだ。すんなり着きましたね。なるほどね、はあ、案外すんなり着いたか。あと予定では6分、もう近いな。6分だったら見えてもおかしくないな。いやいや、違うわ、さっきは。いや、これ縁側の方のが安全かな。車来るかどうかわからんけど、来た時のこと考えてね。あれもまっすぐでいいんだ。へえ。どこに駅があるの？のどかな住宅街。まあ今日は、あ、基本的に住宅街メインだからな。取れたかとしては微妙ではあるんだけど。うん、まあ、そういうのも含めてのね、スターズデートですからね。よいしょ。誰かおるのか。どこ？カンカンが積んである。押し潰したやつか。ペチャ、ああ、カンじゃなくてペットボトルか。ジャンクペットで、ね、いいな。あのラベルつけたまま一気にピシャッとしたもんだ。面白いですね。で、もう近いらしいぞ。全然駅のあるそぶりねえけど。え？あ、駅反対側なんだ。もう一回降りて。駅舎側の方か、どっち、もうちょい先、川、川、これこれか、この川か、あ、この川か、この川越えてちょっと行ったら曲がったら、へえ、すごい、こんなんや。あ、こんにちは。水結構ね。で、もうちょい先か。ほう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 。すごいな。もう看板もなくなっちゃった。よし。歩行者専用道ですもんね。うん。もう、これになってますもんね。見えない逆に何も見えへんね。よし、もうちょっと行くと、その先でちょっとくるっと反対側の方に回れるみたいですね。この橋脚の、これはね、夜に来なくてよかったね。あんな夜の8時とか9時に来る場所じゃねえや。うん、ただの不審者だ。日中でも十分不審者だけど。どこ？もう言ってるうちみたいなやつ。ここ？ここか？違うな。もうちょい、あ、その一つ先か、そこか、どん付きのところか。え？あ、とてもあの駅前かもちょっとだぞ、とりあえず。地図で水かきりだと、もう駅前なんですけどね。
Google マップがこの駅がもう駅前だって言ってくれてなかったら駅前だと思うとあれかあれかおー、駅だね、一応駅だね、なるほど、着いた。何分ぐらい？まあ余裕で着いたな。あ、出た。おっと。これですね。東維新殿駅。そう、ここは維新殿じゃなくて維新殿になってんだな。一心殿なのか一心殿なのかたまによく分からなくなるんだよな、うん、あれでもこの前帳面見た時は一心殿になってましたよね。小さい通入っとったよな。でここが東一心殿駅だし、ここは無料駐車場じゃなくて契約月決めの駐車場なんですね。でそこの真ん中から入れるのか、なるほどな。時間あるし、よし着いた。まあ一応ゴールにしましょう。よし満足 OK で32分、まあまあちょうどいいね、ちょうどいい散歩になった。よし駅らしき着物ある？まあ特に駅っていう感じではないけど、登って待ってようかな。まあ周りも住宅っぽいから特になんか駅前で商業施設があるって感じでもないな。駐輪場があるんだな、なるほどな。よいしょ、ああ。足が、ああ、言うて歩いたからな。なんかこんなところにベンチがある。よし。うわあ、高いもんな。あれ、次の列車は、ここに書いてある。新しいよ、東新駅。今16時40分で、次は16時20分のはもう行ってるから、通行きだしてね、緑化地方面の17時5分ここで乗って帰って閉めよう。よし疲れちゃう。もう帰り、こんな快活クラブ一直線や。まあでもこれね1000円でね、こんだけ回って、まあ来週も使えますけど、ただ来週はね多分ちょっと名古屋で用事が入りそうなんで、ちょっとこっちの方には回りそうないかなーって感じなんでね、使いそうだったらチラッとどっか一駅だけでも使ってみようかなと思ってますけどね。で、東新田から河原だと440円ですからね、まあまあまあ十分元は取ってますよ。ということでね、よいしょ、高田さん選手うちね、こっから歩いて12分なんだ。ああそっか、案外近鉄の高田本線駅よりも近いのか、こっちのが。まあただあっちからはね電車も出ますからね、あのバスも出るんで便利ですからね。強いな、やっぱツーこれね、ツーだもんな。隣は長いっていうね、これ東新田ね。あとそう、駅ナンバリングでねネタもやろうとしてたんですよ。あのねここ11じゃないですか。そう、 JR 四日市駅とね近鉄四日市駅にねそれぞれ駅ナンバリングがあるわけでございまして、で駅ナンバリングでね、なんだったっけ、近鉄四日市駅は21なんですよね、 E21 で、なんだったっけ、あと
JR 四日市駅は確かねマイナス10で11だったはずなんですよ。ですのでね、その11と21の駅でね一番栄えてる駅ナンバリング11と21で栄えてるのをね四日市駅説っていうのでねやろうということでね、一応そういう企画も考えてます。近所とかでまずやるのかなって感じですけどね。で11番ね、とりあえず東維新で、まあこれはね、大丈夫でしょう。JR 四日市駅より駅前、まあ住宅は人口は多そうな気もするけど、四日市駅よりも、まあまあまあ、ひとまず勝利ということでね、そういったシリーズもまたやってきますと。これね、このシリーズはね、やるの、なかなかね、実はターミナル感染制覇よりも、近鉄のその21番だけだったら、そんなに難しくないんですよ。21まで駅があるところが少ないんで、駅ナンバリングで21番まで行ってるところは少ないんで、数えるほどなんで、そんなに行くのも苦労しないんですけど、11の方はね、言うてはるんでね、名鉄とかでも、さなぎがギリギリ11とかであったりとかね、いうのがあったりするんで、なかなかこれは大変だなってことでね、ちょっとそのあたりも今リストを見ながらね、まあ先にターミナルをいろいろと片付けたいっていうのもありますけどね、どうやっていこうかなっていうのはね、まあ予算とか、時間のね都合を見ながらね、時間があったらねいろんなところねガンガン回ってねどんどん動画をね1日3本でも4本でもね作ってあげちまえばいいんですけど、なかなかそうもねいかないですからね。まあちょっとなるべくちょっと出していけるようにアウトプットできるようにね、調整していきたいなと思ってますんでね、どうぞよろしくお願いいたしますということでね、一応電車が来なければこのまま閉めて河原駅で降りてね閉めて終わろうと思いますんでね、よし、あと20分何分だっけ、12分な、一人だからって言ってめっちゃぺちゃくちゃ喋ってますけどね、17時5分か、あ早いな、つか平日だったらね16時47分っていうちょうどいい時間のやつがあるんですけどね、3分後っていう、今日は土休日なんでこっちですからね、よしよし、まあ、これで待ちましょうか。疲れた、よいしょ、これはあれ近鉄と同じ抗菌加工してあるんだ、こんなところにもあるんだね、すごいですね徹底ぶり。20分ぐらいありますからね、まあのんびり待ちましょう。